ここで一回入っちゃいます。ある程度ねチャートが見えるようになってきてトレードの方慣れてきたら、この口座残高の金額が気になっちゃう方は、大きな波の流れっていうのが見えてない状態でトレードすると結構危険なんで、トレンドラインだけを過信してトレードするのはダメだけど、割と僕の経験上ここの急上昇の後全戻しをするっていうパターンも結構あり得るんで、抜けた場合は結構勢いよくしていくと思います。で今回はなぜ逆張りにしたかっていうと、はい、どうもしょうです。今日はファンダメンタルによる急激な動きが入った後のトレード手法、トレードの仕方を一つ説明していきたいと思います。で、今ね、位置から説明するために水平線なしの状態のチャートを表示させてます。ある程度ね、チャートが見えるようになってきてトレードの方慣れてきたら、水平線とか引かなくてもなんとなくラインっていうのは見えてくるんですけど、例えば今これ1分足だけど5分足とかで見て、ここかなりの急上昇、約100ピプスくらいの急上昇が入ってるんですよ。この後の動きをある程度予測してトレードシナリオを開いていこうと思います。例えば今1時間足とかで見ると、ここの急上昇134円50銭の切り板で上値を抑えられている状態なんですよね。で今意識されているレートで言うと、ここの山の頂点になっている部分、ここを今抜けるかどうかで、ヒゲでは抜けてるんですよね。買い足では抜けてる。だから上方向へのバイアスは結構強めの状態です。でもし上方向抜けていくようだったら、次にこういったところまで行くのかなと思ってます。ただここで見てほしいのが、ここの買いポジションが、ここで買いでポジションを持った人たくさんいる状態なので、ここの買いのポジションをショートで狙っていく、売り方向を狙っていくっていうトレードシナリオも描けるんですよね。なんで、両方のパターンを想定しながら、この両方のパターンで見ていきたいと思います。なんで、水平線引くとしたらこんな感じで一旦引いてみてね、1時間足で引いてみて、これを5分足に落とす。すると5分足では1時間足で引いた今ここの水平線上方向抜けてるんですよね。結構買い方向のバイアスが強いのかなっていうふうにも見えるんですけど、両方の視点で見ていきたいと思います。ここの上昇のねポジションをショートで狙っていくっていう方が面白いので、なるべく高いところで売りでポジションを持って、ここのねブレイク、このラインの下方向へのブレイクを狙って、ここの買いのポジションを食い潰すようなトレードができれば、割とね短時間で利益を抜けるので、ここを狙ってみたいなと思ってます。でさっきある程度上がったところで一回ショートでポジション持ったんですけど、一回損切りしてます。これちょっとね、これ買いの勢い強いんですよね。なんで次なるべく高いところで売りでポジション持ってみて、ここのね前回の高値を上方向に抜けていくようだったら、もう損切りしていこうと思います。でここを上に抜けていく今日だったら、一旦ここの買いのポジションショートで狙うシナリオは諦めようと思います。1分足とかに落として、1分足で見てもね結構勢いよく上がっていってますよね。ただ今ここ急上昇からの高値を更新した後、一度この最高値を作ったここの底値を切り下げた状態になってるんですよね。下に抜けた状態で終わってるので、目線の概念だけでいけば、ある程度上がったところでこう戻り売りを仕掛けていけば、さらにここの安値をね下に抜けていくようだったら、ここのポジション食い潰していけるかなって思ってるんで、あとはねこれどこでショートで入るかなんですよ。この場合何をエントリーの根拠にするかっていうと、トレンドラインを引くにはちょっと急激な上昇になってるんで、例えばこれ 21SMA、移動平均線を表示させたとしてもこんな感じで結構乖離してるんで、今戦略としてはこの付近まで上がってきたところでショートでポジションを持つ。でブレイクしてしまえば一旦もうそれ切っちゃう。あとはもうこれ今トレンドライン微妙だけど、ここをね下に抜けていくような感じで、ちょっとこう寄りのバイアスが強くなってきたなっていう風に見えたところで、ショートでポジションを持っちゃおうと思います。一旦入ってもいいんですけどね、ここ10ピップスくらいしかないんで、こんな感じでもう相場っていうのは長期的な視点でどの方向に行くかっていうのは読めないんですけど、短期的にどこをブレイクしたら一時的にどう向くか、どこからどこのね幅が動きやすいかっていうのは割とチャートを見ると見えてくるので、あとはねどこを狙っていくかなんですよね。狙った時に損切りになった場合のリスクに対してリワード、利益確定になる伸びしろが大きければ、ここもエントリーですね。ここで一回入っちゃいます。でこれ手動で見ていきますね。こんな感じで今、トレンドラインっていうほど、ね、
綺麗なトレンドラインは引けないんですけど、なんとなくここの上昇が一度落ち着いたところで、一旦ショートで入っちゃう。で、例えばこの場合も、ここの上昇の波に対して、多分このあたりで一回サポートが入るんですよ。サポートが入って、で、これをまだ下に抜けていくようだったら、ここの上昇の、まあ、半値くらいになるんですけど、ここの上昇の半値くらいを、まあ、さらに下に抜けていくようだったら、また落ちていくかなと。で、次、サポートになるのがここ。ここのライン。ここのラインも下に抜けていくようだったら、もう次は、ね、本命のここの買いのポジション。ここの買いのポジションまで狙っていけるんで、今まだ何とも言えない状態だけど、ここ下方向にブレイクしていってくれれば、結構いい感じでね、利益を伸ばしていけるかなと思ってます。こんな感じで、ファンダメンタルによる急激な動きが入った後、まあ、ちょっとねリスクは大きくなるんですよ。相場不安定になるし、ファンダでできたその勢いで、まあ、相場の動きね一気に変わってっちゃったりもするんですけど、まあ、割と僕の経験上ここのこういった急上昇の後全戻しをするっていうパターンも結構あり得るので、この場合もリスクを最小限に限定してね、今だったらもうなるべく高いところで売りでポジションを持って、でそれももちろんここの高値をブレイクしていくようだったらもうさらに上方向行くと思うので、もうそうなってくると損切りです。まあ、そんな感じで、まあ、リスクを限定しながらリワードの大きいトレードを行っていく、まあ、しばらく見てますか。今一旦無視してるけど、まあ、上位足の動き、上位足で引ける水平線とかもしっかり意識して見ていってほしいと思います。今1分足で見てるけど、短期足だけで見てると大きな波の流れっていうのが見えてない状態でトレードすると結構危険なんで、それはやめてほしいなと思います。ちょっと微妙な動きですよね。このトレードが勝ちトレードになるか負けトレードになるかは分かんないけど、まあ、こんな感じでね、僕はシナリオを描いてトレードを行ってます。でもちろん上位足の方向とかね、今の短期で見た相場の方向とかっていうのも大事なんですけど、まあ、これはどちらかというと逆張りのトレードですね。で今回はなぜ逆張りにしたかっていうと、リスクリワードを見て、今こうやって逆張りした方が、まあ、リワードが大きいトレードができるんで、まあ、今はこのトレードシナリオでやってます。こんな感じで、まあ、僕の場合、チャートを見て、その場その場でシナリオを描いて、自分の裁量でトレードを行う、裁量トレードを行ってるんですけど、このスキルがね、身につけば、正直この FX の手法なんていうのは、もうどれだけでも量産できるんですよ。自分でどれだけでも生み出すことができるんで、僕の動画を見てくれている方、目指してほしいところで言うと、自分の知識とスキルでお金を稼ぐっていうこの裁量トレーダー、自分の考えでトレードを行うこの裁量トレーダーを目指してほしいなと思ってます。そのためのね、このチャートの分析の仕方だったり、実際に僕もたくさん動画アップしてるんですけど、僕なりのトレードシナリオの作り方、あと、まあ、トレードの注意点だったり、エントリーのトリガーにしている部分とかね、まあ、そういった細かいところはファーストプロジェクトの方で教えてるんで、 YouTube の動画見るだけでも結構ね参考になるとは思うんですけど、トレードの精度を高めたい方と自分でお金を稼ぐ裁量トレーダー目指したい方は、ぜひね動画の概要欄にあるファーストプロジェクト裁量トレーダーへの公開の方も入手してもらえたらなと思います。ちょっと動き微妙ですね。時間かかりすぎなんですけど、まあ、もうちょっと見ていきたいと思います。時間的に今日金曜日の夜なんで、このままボラがスクイーズしていって、まあ、微妙な感じでねレンジになって終わっていくかもしれないですけど、まあ、そうなったらそうなったでもうポジション決済して終わりにしようと思います。現状ずっと縦値くらいですね。で今動画で説明するためにずっとね1分足表示させて見てるんですけど、自分のこの金額の増減気になっちゃう方、ここの金額とか、ここの口座残高の金額が気になっちゃう方は、チャート見ないこと、一旦ポジションを持ったら、エントリーと決済の部分決めてしまって、あとはチャートを見ないことをお勧めします。結構、上がってきてますね。上がってきてるんですけど、このラインをブレイクしていくようだったら、もうちょっと危険かなと思います。まだもうちょっと見ていきたいと思います。この辺りでね、一回売りが出てくると思うんですけど、ここをブレイクしていくようだったら、まあ、一気に上がっていっちゃう危険性があるんで、まあ、すぐに切っていきたいと思います。結構上昇の勢い強いですよね。現状こんな感じで、もう N の形になって、ここをブレイクしてきてるんで、ただこうやって、まあ、勝ちトレードにしろ、負けトレードにしろ、一旦ポジションを持った上で相場を見ていく。自分なりにこの相場の動きを見ながらね、仮説を立てていって、水平線を引きながら目線を追っていく。大事なのが、まあ、ポジションを持ってる。で、損切りする場所、利益確定する場所をある程度設定した上で、もちろん損切りにタッチするまで待つ必要はないんです。
ですよ。その場その場で目線っていうのは結構変わっていくんで、特に1分足、5分足なんていうのは結構目線変わっていくんで、ある程度その判断基準として今みたいにね、まあ数ピプスだけど損失方向のポジションを抱えていた場合、まあ、考え方として今この瞬間から今持ってるポジションの方向に自分がポジションを持っていない手としてエントリーするかどうかっていうのを一旦落ち着いてね、見て、それでもまだ現状この相場を見てなるべく有利なところでその自分が持ってるポジションの方向に今だったらショートの方向にねポジションを持ちたいなって思えるような相場だったらまだホールドしていっていいと思います。もう明らかに自分の持ってるポジションの方向を狙わないだろうっていう状況になってきたらもうその場で損切りしてっていいと思います。今だったらこういう感じの波ですよね。上に行くかもしれないし、ただ現状ね、僕が狙いたいのはここのポジションで、一応まあ1分足だからあんまり当てにはならないけど、こんな感じで上昇トレンドが出た後一度底値を下方向に抜けてる、この事実をもとに今ショートでポジションを持ってるのでってなった場合、この仮説の根拠が崩れるのがここの水準を上方向にブレイクしてしまうと、この1分足でも目線が変わったっていうふうに判断できるので、その場合はもう損切りしてきます。ちょっと長いですね。あとはもうこのトレードを始めたらお金のことはあんまり気にせずに、このトレード自体を楽しめばいいかなと思います。結構こうやって見てると楽しいんでね。大事なのが金額が今マイナス方向に動いてる、ほぼほぼリファレンスポイントに来てるんですけど、この金額の増減で自分の感情がどう動くかっていうのも観察してみると面白いと思います。ただ大事なのはこの金額の増減で感情が動いたからって言って感情任せで決済してしまったり、例えば今上がってるからって言って今ねこのショートのポジションを一旦消して土天で買い方向でポジションを持ってしまったりとか、そういった感情任せのトレードだけは絶対にしないでほしいなと思います。ちょっと微妙ですよね。やっぱねどっちかの方向に勢いよく動いてくれないと、その後ねなかなか動いてくれないんで、ただ急激な動きがあった時のその後の動きっていうのが大事で、例えばここで急上昇が一分足一本とかでねぐっと上方向への動きがあった場合、その後前回の高値付近に強い売りがあった場合一気に押し戻されたりするんで、そういった動きを見ていくと面白いと思います。そういった動きが出ると、このレート付近130円50銭とこの切り板付近にはまだかなり売りの勢力、売りの注文、売りで構えている人がたくさんいるんだなっていうふうに見れると思うんで、これだけ値幅が、今現状エントリーしたところから10ピプスくらい上がってるんですけど、実際ねこの前回の高値まで10ピプスくらいあるんだったら一旦そこまでを買い方向で狙っていくっていうのももうワンチャンありなんですよね。ただショートを狙う場合どこで戻しが来るのかっていうのがやっぱわかんないんで、トレンドラインいろんなところに引く人いるんですけど、例えばこういったトレンドラインを引いてる人もいると思うんですよ。この切り上げに対してこんな感じでトレンドラインを引いてる人もいると思うんで、この付近まで落ちてきた時、再度ねここがサポートになるのかそれとも抜けるのかで、抜けた場合は結構勢いよく落ちていくと思います。こんな感じで、なんでトレンドラインだけじゃなくて水平線も引いていく、で水平線も目線の概念で引いていくのがベストなんですけど、一旦目立つ山や谷、特にこういった急上昇の終点になったところ、その高値を更新した地点、プラスその更新した高値の起点になった安値だったり、こういったところにね、いろいろ水平線を引いてみて、その水平線に対してのレートの反応っていうのを見ていくと面白いと思います。今だったら、ここに引いたトレンドライン付近にレートが近づいてきたとき、どんな動きをするか、わかりやすくね、拡大してから、こういう感じでトレンドラインを引いた時にこの付近でどういった動きをするのかっていうのを見ていくと面白いと思います。この付近、このトレンドライン付近に差し掛かった時に買いの勢いがあんまりないようだったら抜けていくかもしれないんでね、結構こうやってトレンドラインを引いていくだけでもトレードできるんですよ。前回の動画では急上昇からの切り下げのフラッグの形でのエントリー手法とか説明してたんですけど、例えばこう急上昇が出た後のこういった切り下げのこの山が2つできた時、この切り下げに対して水平線を引いてもうブレイクしたところで一旦買いでポジションを持っちゃう、ある程度長期で見てる場合、今の場合の長期っていうのは1時間足レベルとかね、
で見てる場合は伸ばしていってもいいし、ここのブレイクを期待していってもいいし、割とここの値幅が今だったらこれ10ピップスくらいあるんですけど、10ピップスくらいあるんだったらもうないか、この値幅がまあ約5ピップスくらいしかないんですけど、もうちょっと値幅あるようだったらこの前回の高値のこの水準くらいまで狙っていく、で数ピップス抜いていく、そんな感じで狙っていけると思います。で今これ話してる間にここのトレンドラインね、今ブレイクしたような形になってますよね。でここブレイクした瞬間買い方向への勢い強くなってますよね。こういうことなんですよ。トレンドラインだけを過信してトレードするのはダメだけど、でもトレンドラインを使ってエントリーや決済を行っているトレーダーもたくさんいるんで、まあ、それはね各時間足でいるんですよ。1分足で引いたトレンドライン、5分足で引いたトレンドライン、まあ、各時間足でそういった戦い方をしているトレーダーがいるので、まあ、そういった人たちのトレード手法だったり、そういった人たちの心理だったり、そういったのを想像してね自分のトレードに落とし込んでいくといいと思います。で次サポートになりそうなところがここ、ここを抜けていくようだったらもっと下行くかな、まあちょっとわかんないけど、なかなか素直に動いてくれないんですよね。こういうのも結構あるんで、ゆっくりチャートを見ていられるときはこうやってチャートを見ながらいろいろ仮説立てて水平線引いて見ていくといいと思います。こうやってポジション持ちながら見ていくとね、ある程度感情移入しちゃうんで割としっかり相場を見ていけるんですよね。なんで自分が怖くない程度のロットでポジションを持ちながら、こうやってずっと時間が許す限りチャートを見ながらね観察していくのもいいと思います。ある程度いいところまでね、まあ損切りなら損切りまで行ってもいいし、どっかねこの辺り抜けるところぐらいまで見ていきたいんですけど、なかなか決着がつかないですね。ここで次に意識されるのがここのライン、前回の安値、ね、ここでサポートが入んなかったら落ちていく、こういう仮説を立てていくと面白いです。ただまあ所詮1分足なんで、ね、ノイズみたいな動きが結構あるんで、そこは気をつけてほしいなと思います。1分足でその目線の概念だったりトレンドっていうのはあんまり機能しないんで、ただある程度の動きがあればね、こういったパッとこう波形を描けるくらいの綺麗な波ができていれば、まあ、割と機能しやすいんで、そのあたりも経験として見ていくといいと思います。まあ、結果ね、トレード単体での勝ち負けってあんまり関係ないんですよね。自分の仮説通りに動くかどうか、まあ、そこが結構重要です、ね。はい、次、ここの水平線付近にレートが来てる。で、一旦サポート入ってますよね。少し買いが入ってる。拡大しても見やすいのか。まあ、所詮一分足ですけど、こういう波ができてる。このトレンドラインは、まあ、レジサポ転換したような形になってますよね。一旦下に抜けて、まあ、戻して、で、ここがまたレジサポ転換してる。結構これ今ね売りの勢い強いんですけど、この辺り結構買いも強いですよね。ただこうやって1分足を拡大していくとかなりね値動き激しく見えるけど、せいぜいこの値幅で5ピップスなんですよ。この値幅で5ピップスなんで、この1分足の動きに翻弄されないようにだけ気をつけてほしいなと思います。こうやって拡大してみる場合はね、今動画取り出して46分経ったんで、まあ1時間ぐらいで決着つかなくても終了にしたいと思います。もうちょっと一緒に見ていきたいですよね。こうやって仮説を立てて引いた水平線に対してのレートの動き、その時その時の動きを見てそこでトレードしている人たちの感情っていうのも想像していくと面白いと思います。結構そうやってね自分の手法っていうのを生み出していけるんで、特にエントリーのトリガーの部分なんかは短期足を見てそこでトレードをしている人たちのトレードを想像してエントリーしていくっていうのは結構大事なんですよ。その短期の動きの勢いを使ってエントリーしていく、まあ、そうすることでかなり引きつけて損切り幅を狭くしたり、ブレイクの瞬間の急激な動きを利用して時間をほぼほぼ含み損にならずにしっかり利益方向に伸ばしていったり、まあ、そういったトレードも可能になってくるんで、今こう話してる間にここの水平線を今少しブレイクしたような形になってます。ここ一旦ね買いの勢い強かったんですけど、ここ上髭ができて、まあ、この形ができると割と買い支えが少なくなっちゃうんですけど、例えばこの水準で買いでポジションを持とうとしている人、どこでエントリーするかってやっぱここのタッチ、もしくはまあこの少し手前で買いでポジションを持つ人で、ここちょうどで買いでポジションを持つ人で、ここを少しブレイクして割ったところで買いでポジションを持つ人、まあ様々なパターンがあるんですけど、まあそういった人たちのまあ動きっていうのも想像しながら見ていくといいと思います。本来僕が今この瞬間からショートで入るとしたら、はい、動画の途中なんですけど、この動画の続きは新しく作成したフィフスプロジェクトの方で無料で見ていただけるようになってます。で、このフィフスプロジェクト、まあ、非公開のサイトを作成して
その中に、今回の動画のフルバージョン、そして今回の動画のようにトレードを元にした手法動画っていうのが、まあ、その手法ごとに現時点で5本入ってます。で、このサイトには、まあ、これからも随時ね、その手法の動画を追加していく予定です。で、この非公開サイト、アクセス用のログイン ID とパスワードがないと入れない非公開サイトになってて、で、その ID とパスワード無料で入手していただけるようになってます。で、このアクセス権の入手方法は動画の概要欄の方に記載してあります。かなり有益な情報が詰まってると思います。必要だと感じた方は今すぐ入手してください。あと、この動画良かったっていう方だけでいいので、 YouTube の高評価とチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。はい、いつも見ていただきありがとうございます。それでは。